JODS、JODS。こちらは皆様のラジオ岩手、皆様のラジオ岩手。IBC のラジオ放送が産声を上げたのは昭和28年でした。盛岡市内丸にラジオ岩手のスタジオができ、県公会堂では盛大に開局記念祭が行われました。園芸の数々や文化発展の期待を込めた県民の声は早速電波に乗せて広い県土に届けられました。その6年後の昭和34年、1959年9月に IBC のテレビ放送が始まりました。この年は全国的に皇太子のご成婚に沸き、鉄腕アトムなど子どもたちに人気のテレビ番組もありました。テレビの開局を祝い広く知ってもらうための車のパレードです。この時代はまだ車の台数も少なく貴重なものでした。ふるさとの姿や人々を映した映像は資料として残されているものも数多くあります。番組では未来に伝える貴重な宝として昭和の時代の映像を掘り起こして放送していきます。